皆さんおはようございます。今日はですね、10月の6日になりましたね。木曜日となりました。9月もあっという間に過ぎまして、10月また6日まであっという間ですね。ですね、今日はですね、あけびの炒め煮を作っていきたいと思います。ですね、これあけび、あのスタッフからもらったものです。でこれを、中の種は取り除いていただいて、で、ここ切るとこのぐらい半分に切ってもらって、でサクサクサクとこのぐらいの大きさに切っていただきます。あけびと豚ひき肉と味噌と砂糖と酒と、あと白ワインちょっと入れています。で後ほどあの分量は辺に出てきます。でそれを全部一緒に入れてですね、油をあのサラダオイルでもいいですし、今日はオリーブオイルを使ってます。でこんな感じであの炒め煮にしておきます。はい。でとってもあのすごく柔らかくてですね、とっても美味しいです。あ、それとあの平茸が入っております。新潟産の平茸を今日は使っております。ちょっとこれであの炒め煮にしていきます。ただこれだけです。材料を切って油で炒め煮をする、とても簡単です。で、あけびはカリウムという栄養素も多く入ってますでですね、余分な塩分を体外に出してくれたりとか、むくみを取ってくれますので、ぜひお試しください。この苦味がね、とってもいい感じでご飯が進みますね。はい。ちょっと今日お料理工程がはしょりはしょりしてしまいましたけれども、もうちょっとお待ちくださいね。で昨日はですね、糸管理栄養士のお料理教室がありまして、参加ありがとうございました。今度なんかズームでこうお料理教室できればななんていう話もちょっとしております。お楽しみにしておいてください。実はですね、10月の、1、2と山形市の方で、プライマリーケア学術集会ということで、そちらにちょっと寄せていただきました。高橋先生大会長ということで、スタッフの皆さん、あの運営スタッフの皆さん、すごい本当温かいあの学術集会で、リアルで会うってやっぱりいいなと思って帰路に着きました。で、その中でいろいろ食支援に関わるあの発表報告をさせていただいて、本当に素晴らしい時間を共有できまして感謝申し上げたいと思います。またさらにですね、地域に戻って頑張らなくちゃなとあの心折れそうな時には、あの高橋先生の言葉がすごく心に残りまして、頑張らなくちゃと、またあの広国先生の、あのお父様とのエピソード、すごいなんか涙をこらえるのはとても大変でしたけれども、本当いろんな思い の詰まった回でした。で星先生にもお声かけいただいて本当に嬉しかったなと思います。で山形の方で管理栄養士の先輩の星先生が子ども食堂をされてるんですけれども、そちらのお話もちょっとお聞きすることができて嬉しかったです。はい、ということで、そんなことを言っていると、じくじくと、はい、できましたね。こんな感じです。はい。ちょっとお皿が合わないかな。チョイスが失敗だな。まあまあ、こんなような。はい。で、せっかくなので、あけびにぴょん。
どうでしょう。でまたくるみとか入れてもね、とてもあのビタミン E もありますし、あの血管も丈夫にしてくれますし、抗酸化作用もありますので、いろんなあのお好きな材料を入れて炒めにするだけですけれども、とてもあの美味しくできますので、ぜひお試しください。今日もですね、鶴岡朝ほんと寒い、もう車の中の温度は10度ぐらいでしたけれども、寒くなってきました。風邪をひかないように皆さんお気をつけくださいね。では今週も、でもうなんか週末に入ってきましたけど、頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。